さあ、できれば被ってないのはいいな。水の五行の武器を獲得。水星と古を手に出た。念願の水の武器のトロフィーもゲットしましたよ。水星刀だそうです。わ、なんだ。また出てきた。なんなのこいつは。すぐなんだあの魔物は。新手の名魔が地上に現れたのか。あの感じ名魔とはちょっと違うわね。どちらかというと邪神の放つ木に近いわ。ファイアーブリンガーの手下が現れたっていうのか。邪神は滅んだはずだろう。あ、水の五行の武器で封じられていた魔物、雪の女王だって見たい。かぶってなければいいよ。ちょっと雪の女王のお姿を見たいので、ちょっと勝てないでしょうけど、ベリーハート。うわ、なんかおどろおどろしいですね。さっきのメンバーで行ってみましょう。ほら、おどろおどろしいですよ。氷の女王。この手の魔物が一番いかん。うん、一番いかん。おお、これも結構いかん。さっきと同じ戦い方ができるかどうかやってみまーす。まあ、これはもしかしたら次の回に足されてるかもね。寝て寝て寝ない。放射リザーブ解除。じゃあもう一回寝ろ。どっちの方が弱いんだこれ。ちょっとわかんないから戦っちゃおっか普通にね。暴れない。あ、寝た寝た。そして叩き起こす。ああ、もう眠りから覚めた。早いよ。あ、やべえ、効かなかった。しくじったけどリザーブ解除。よかった。これは延々とこの手の戦い方ができるかも可能性がありますね。やべ、ヒールラッシュは結構威力があるんだよね。まあ、それでも延々と戦うしか方法はない。死なないでね。うわ、威力が。叩き起こす。じゃあもう一回寝て。いやー、こりゃいいや、楽ちんですな。延々とこれだけやってようか。はい、リザーブ解除。ただここ HP が結構高いのかな。なかなかあれですね、減らないですね。よっしゃ。じゃ問題はこいつか。獲物を逃すな。
私に託すのね。さあどれぐらいの威力あるのか。ガードした、そんなバカな。追い詰めるぞ。さあこれで寝ないと死ぬ。暴れない。オーケー、馬がいった。私に託す。さあ百花繚乱、これで即死してくれると助かるんだけど。さあどう威力的に寝て繰り返させて。うわー、まずいのが来ちゃったぞ。これで寝ないと死亡。オッケー。これすごい戦い方してんな本当に。これ次回のオープニングに混ぜるかこれ。あまりにも面白いぞこれは。こんな戦い方ある本当に。人間と寝かしては起こして。さあ百花繚乱、これで終わるかな。これ倒したんじゃない。ベリーハードも倒せるんだね。あ、いった。顔に出したくないわね。女性だけのメンバーで倒せましたよ。順番逆になっちゃったけれど。わしは狩人のままでいい。あら、そうなの。手応えあったのよ。玉の守り、そんなもんしかくんねえの。ここはなんかもっとさ、なんかとびっきりのレアアイテムちょうだいよ。で倒しても何にもなんねえの。あー、飛び散ってった。なんかもらった。五方明石を手に入れた。なんすかそれ。ファイアーブリンガーが砕け散った時に生成された欠片の一種、一個持っている。おい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 、なんだこれは。というわけで、おそらくこれがね、あのオープニングに差し込まれてると思うんで、今からじゃあ挨拶ね。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、こうやってまあ動画の順番がね逆転しております。はい、ちょっと怖いんでセーブします。よし、じゃあやることはなくなったので帰りますか。ちょっとね、流氷はまだ全部でききってないんだけど、そのうちね暇な時にさらっと続きやっとこうかな。今は先進んじゃいます。ノルミ編教習が終わってどうしましょうかね。やることある。調査小屋最近行ってねえな。来たわね。影イオニウムよ。癒しの効果があると言われている鉱石よ。滝でよく取れるらしいわ。滝にあるって。滝どこにあるの。滝なんて、うん、滝なんてねえな。まあ、どっかに滝があるんでしょう。で、北東海外は行った。じゃあ次はこっち行きますか。で今までね、進んだところを回ってやり残してるのがあるんだよね。ここら辺なんか思いっきりやり残してて、メーマタンはね、手に入ったら続きやろうって言ってたんだけど、
シナリオを進めば名マタンが手に入るって聞いたんだけど、ないっすねそんなの。名マタンをもらえないんですけど。あれ、これ積んだ、まさか。どっかで名マタンを手に入れられるんだと思ったんだけど、じゃあ先進んじゃおう。第3章でなんかあるかな。さあ徐々に進んでいきますよ。ここもあらかたやることは終わってるよね。もうこの辺こいつら終わりでしょ。見なかったことにしてくれ。まだ気な臭いみたいですね。で、うっかりね、ここをね道を塞ぐものとして火のかけらをね、あ、火の魔物がね出てきちゃうというねハプニングもありつつね、ここら辺も別に何もなく、じゃあ先進みましょう。どこまで先進めるんでしょうか。サブイベントをね拾っていきたいんですね、第2章は。なのでサブイベントをちょうだい。あ、これはあの村の姉ちゃんですね。いよいよあのイベントをやれるんですね。じゃあやりましょう、これやりましょう。ちょっとさあじゃあ行きましょう。これで姉ちゃんが仲間になるはず。今ここに私がいたわね。何を言ってるんだ、お前がここにいるのは当たり前だろ。あら、見てなかったの。もう一人私がいたのよ。分かったぞタリア、また俺を担いで楽しもうってんだな。その手には乗らないぞカーンとこのやりとりもいいよね。そんなつもりはないんだけどな。まあいいわ。森に囲まれたのどかな村、タリアによく似た人物が入っていった。一体何者なのか。あー、姉ちゃんだ。タリアさんも戻られたんですね。さあこちらはちゃんとご用意できてますよ。あなたに名乗った覚えはないんだけど。そうだ、タリアさんだって。姉ちゃん、この姉ちゃんはねたまらんのね、本当に。渡したらいつの間に有名人になったのかしら。さっき自分でおっしゃったじゃないですか。ふふ、綺麗なのにおかしな方ね。はい、どうぞ。温かい包みを受け取った。何かしらこれ。何かしらってもう冗談ばっかり。タリアさんが引き受けてくださって助かりました。さあ冷めないうちにアイベックスの森に持って行ってくださいね。どういうことねえ、ちょっと。まったく、こんなものを押し付けられちゃってどうしろっていうのよ。タリアを語るなんて勇気のあるやつだな。それにしてもいい匂いだが何が入ってるんだ。不用意に開けない方がいいわよ。それもそうだな。さてどうしたものかしらね。アイベックスの森に行けって言われたけど、あれ、ウルピナと話違う？同じ？ちょっと忘れちゃった俺が。アイベックスの森来たけど何も起きねえっすよ。なんかモンスターが、あれ、アイベックスの森来たよ。何にも起きないよ。あれ、こっち？てかもうね、魔物いるっすけど。行ったけど。あ、おーおーおー、や、ヤギだらけー。キャー。あれ、こんなイベントだったっけ。大丈夫か。よだれでベトベトなこと以外はね。通りでいい匂いなわけだ。あの包み、アイベックスの餌だったんだな。そういうこと。なんなのよ姉ちゃん。おお、滅んだよ姉ちゃん。ちょっとどういうこと。増え続けた魔物がついに村を襲い出した。どういう、ああプロテクト技できなかったね。はい、これで村は正常と。包みの中身はアイベックスの餌だった。
ルーグ村の住人の依頼をこなしたので報告しよう。さあ姉ちゃんですよ、姉ちゃん、ルーグ村の姉ちゃん、お帰りなさい。そのげんなりしたお顔、どうやらお仕事は済んだみたいですね。知ってたな。ええ、ご覧の通りよ。あの子たちったらすごかったでしょ。食い意地が張りすぎちゃって、ご飯係はいつももみくちゃにされちゃうの。そのうち誰もやりたがらなくなっちゃって、タリアさんが心よく引き受けてくれて助かりました。はい、これは約束のお礼です。ありがとうございました。ラテックスを5個手に入れた。まったくいい迷惑ね。俺も見てみたかったな、タリアにそっくりなやつ。他人事だと思って。一体何のつもりかしら。何か目的があるならまた現れるだろう。はい、というわけで、ちょっとイベントが違いますね。セーブセーブ。残念だったな。お、なんだこれ、蝶の舞、蜂の一撃、なんかトロフィーを獲得しました。カウンター何回で発動とか、こんな感じだな。これはあ、また出てきた。やっぱり移動するとなんかあるね。今度こそ見たわよね。そっくりなんてものじゃないぞ。タリアそのものじゃないか。あなたでもそう言うんだもの。みんなが間違えるのも無理ないわね。タリアによく似た人物が砦に入っていった。一体何者なのか。あ、走ってった。確かにあなたのご報告通りでした。砦の南西側に見慣れない横穴が開いているようですね。盗賊でも隠れているのかもしれません。危ないので近づかないように。私はそんな発見も報告もしてないけど、まあいいわ、情報ありがとう。どうしたんだ。あの兵士人違いしてるみたいね。砦の南西に見慣れない横穴があるって私が彼に報告したんですって。平和ボケってやつだな。どうする、行ってみるか。物好きね。危ないので近づかないようにですってよ。行くなって言われると行きたくなるもんだろう。さあどこ行くの。どこだって、どこだって、あれのこと、これのことかしら。謎の洞穴、キャスリン砦の南西に開いた横穴、中は暗く何が待っているかはわからない。入ってみる？入る。誰もいないみたいね。カン、そっちはどう？だから入り口閉められたね。罠だわ。おい、気をつけろ。奥から何か来るぞ。扉を閉められましたね。やっぱり罠でしたね。おお、素材がすごいね。はい、岩が どかれたぞ。おい、大丈夫か。ひどい目にあったな。いたずらなんて可愛いもんじゃないわね。捕まえてお仕置きしなくちゃ。ちょっとそのお仕置きが楽しみなんて言ったりして。さあ、何も起きませんね。ちょっとセーブ。あ、こっちが正解だったか。鋼鉄の鎧もらった。ちょっと一回やめよう。でもあれはどうやっても滅んじゃうのかな。
じゃあ先行きますよ。また滅んじゃうかな。あ、旅の方、先ほど偵察の者より報告を受けました。砦の南西の横穴はあなたが調査してくださったそうですね。しかも中に作っていた魔物を退治してくださったとのこと。近隣への安全配慮、誠に感謝いたします。こちらはささやかですがお礼です。どうぞお受け取りください。そういうつもりじゃなかったんだけど、もらえるものはもらっておくわ。はい、鋼鉄の鎧。一体なんで俺たちがこんな目に遭ってるんだ。知らないわよ、どこかで恨みでも買ったのかしらね。そう言われると心当たりはないわけじゃないんだが、恨みというよりからかわれてる感じだな。そうだな、やめて、一回一回これ滅ぶの。あ、また出てきた。今度はここにいた。また現れたわね。もう放っておけばいいさ。ロニクムであんたの評判が落ちたって問題ないだろ。別に評判を気にして追いかけてるわけじゃないわよ。面白いでしょ、次に何をしてくれるのか見届けるのは。でも落とし前はきっちりつけてもらうわよ。怖い、タリアさん。タリアだけは怒らせたくないな。そうだな。さあ一体何者なのか。あ、逃げてった。まだ泥棒、泥棒。あら、物騒な町ね。泥棒ですって。ロニ君は割と治安のいいところかと思ってたんだが、そうでもないみたいだな。おい、そいつを捕まえろ。猫は蝶々。この私を泥棒呼ばわりとはいい度胸ね。タリア、お前まさかって。どうなんだよ、そんな目で見るな。油断させようって腹だろうが、そうはいかんぞ。そんな目立つ格好じゃ見間違いようがない。さあ、私の指輪を返すんだ。違うって言ってるでしょ。やっちゃいましょう。ちょっとこれは荷物を出すでいいのかな。ちょっとこれは幹を見よう。心配だ。あ、ウルピナ以外の場合は荷物を出すで戦闘を回避できる。戦闘は回避しよう。ほら、何もないでしょ。それとも吹くものがなきゃダメかしら。く、確かにあんたに間違いなかったぞ。一体どこに隠したんだ。だから私じゃないって言ってるじゃない。無理もないわ、私も目を疑ったぐらいだもの。証拠が出てこないことにはどうすることもできんな。言っていいぞ。あら、お詫びが欲しいぐらいよ。一体何なんだろうな。何度見てもあいつタリアにしか見えないぞ。おそらくただの人間じゃないわね。もしかして精神の試練かしら。精霊のいたずらってやつじゃないか。メーマの罠かもしれないわ。ああ、もうすぐそこにいる。はい、いましたね。今度は船着き場。あ、また逃げてった。頼んだぜ。俺の子供を救えるのはあんたしかいねえ。一体何の話。そりゃないぜ。今さっきの話じゃねえか。ネクアで悪夢にうなされる人が続出してんだ。うちの子供も例外じゃねえ。かわいそうで見ていられねえって話だろ。はっ。そしたらあんたが私に心当たりがあるから任せてくれって言ったじゃねえか。おいおい、そんな今初めて聞きましたみたいな顔しないでくれよ。そういう顔ね、今の右の顔。悪夢をどうにかする心当たりあるわけないじゃない、そんなの。悪夢か、そこらの神殿にでも祈ってみるか。マリガン神が助けてくれるわけないでしょう。タリアによく似た人物と間違えられ、ネクアの悪夢の原因を調査する羽目になってしまった。じゃあまたセーブ。
はい、というわけで実はこの悪夢編からはネーの加入になんかまつわるものが出てきちゃうそうなので、ここで一回やめておくのが良さそうなので、ここで一回やめましょうかね。これが前半戦だそうです。戦闘はほぼほぼカットしてると思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい、いよいよ姉ちゃんの登場です。